花塩鉱は臨海石グループのバナジン酸塩鉱物で、素性は PB53CL である。産業的に用いられている主要なバナジウム鉱石の一つであり、鉛源でもある。密度が高く脆い鉱物で、通常赤色で六方小系の結晶を形成する。タ塩鉱等の鉛体積物が酸化してできる珍しい鉱物である。バナジン塩鉱とも呼ばれる。 1801年にメキシコで初めて発見された。南アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、北アメリカのその他の地域でも見つかっている。蚊塩鉱は既存の鉱物の化学変質のみで生成する珍しい鉱物であり、そのため二次鉱物として知られる。乾燥体で見られ、一次塩鉱物の酸化により生成する。特に肩塩鉱と共に見られる。 他に関連する鉱物としては、応援鉱、カッテ鉱、重症石がある。1801年にメキシコでスペインの鉱物学者、アンドレスマヌエルデルリオが発見した。彼はこの鉱物を茶なまりと呼び、この中に新しい元素が含まれていると予測し、その元素をパンクロミウム、後にエリスロニウムと名付けた。しかし、彼は後に、これは新元素ではなく、 単なるクロムの不純物であると信じるようになった。1830年、ニルス・ガブリエル・セフストレームは、新元素を発見し、バナジウムと名付けた。これは後に、先に、デルリョが発見していた金属と同一のものである、ことが明らかになった。デルリョの、茶なまりは、1838年に、メキシコのイダルゴ州、シマパンで再発見され、高いバナジウム顔料のため、 バナジナイトと命名された。その他、ジョン・ストニシバナジン,サンナマ鉛とも呼ばれる。カ・エンコウは、鉛を含む、堆積物から酸化体で二次鉱物として生じる。バナジウムは、ボガンの計算地を鉱物から進出する。強制する鉱物には、ミメト・アラガネ、ミドリエンコウ、デクロワゾウイシ、モットラムコウ、シロエンコウ、モリブデニエンコウ、リュウサンエンコウ、崩壊石 重症石、様々な酸化鉄鉱物がある。化塩鉱の鉱床は、オーストラリア、スペイン、スコットランド、ウラル山脈、南アフリカ、ナミビア、モロッコ、アルゼンチン、メキシコ、またアメリカ合衆国のアリゾナ州、コロラド州、ニューメキシコ州、サウスダコタ州等、世界中で見つかっている。化塩鉱の鉱床は、世界中の400以上の鉱山で見つかっている。 モロッコのミデル、ナミビアのツメブ、アルゼンチンのコルドバ、ニューメキシコ州のシエラ郡、アリゾナ州のヒラ郡等である。カエンコ鉱は蘇生 PB53CL の鉛のクロロバナジン酸ジオである。重量比で73.15%の鉛、10.79%のバナジウム、13.56%の酸素、2.50%の塩素を含む。 おののの構造単位は小八面体の頂点に位置した6つの2価の鉛イオンに囲まれた塩化物イオンを含む。一つの鉛イオンは隣接する分子と共有されている。鉛と塩化物イオンの間の距離は 317PM である。おののの鉛イオンの間の最小の距離は4.48である。八面体は向かい合う二面を隣接する分子と共有し、 八面体の連続した鎖を作っている。各々のバナジウム原子は歪んだ四面体の頂点に位置した四つの酸素原子に囲まれている。各々の酸素原子とバナジウム原子の距離は1.72または1.76である。酸素三つの四面体は鎖に沿ってバナジウムの八面体と隣接する。下塩鉱は六方小に結晶化する。この構造のため、 しばしば外形は六角形になる。単位格子は六角形のプリズムである。単位格子は二分子から構成され、A イコール10.331、C イコール7.343である。単位格子の体積は、V イコール A に C c の公式で与えられ、678.723である。下円光は、どちらも固有体である、ミメット項。 緑円鉱等と同じ系列の臨界石グループに属する。多くの鉱物の系列には金属イオンが置換されたものが含まれるが、この系列では影イオンが置換され、リン酸塩のほ他、非酸塩、バナジン酸塩のものがある。典型的な不純物にはリン、ヒソ、カルシウム等があり、バナジウムの同系置換となっている。ヒ素を多量に含む化塩鉱は、 エンドリック石として知られる。花塩鉱の通常の色は、面積色から大々赤色であるが、茶色、赤茶色、灰色、黄色、無色のものも存在する。その際だった色から、鉱物収集家の間では人気がある。上金は炭鉱色、または茶黄色である。透明、半透明、または不透明であり、光沢は樹脂状からダイヤモンド状である。 火炎光は違法的であり、つまりいくつかの性質は異なる軸で測定すると変化する。軸に垂直な方向と水平な方向で屈折率の値はそれぞれ2.350と2.416であり、これにより副屈折は0.066である。火炎光は非常に脆く破壊すると小さな貝殻状の断片を生じる。 硬さは、モース硬度で3から4と、どうかと、同程度である。半透明の鉱物としては、かなり重く、モル質量は 1416.27g。モルで、比重は不純物のため6.6から7.2である。六角形結晶の、カ・エンコウモロッコで産出したカ・エンコウカルノー石や、バナジンウンムとともにカ、エンコウは、 産業用の主要な塩鉱石であり、賠償や精錬により抽出する。また、鉛源として用いられることもある。バナジウム抽出の一般的な手順では、最初にカッ、塩鉱を塩化ナトリウム、または炭酸ナトリウムと共に、約摂取850度で熱して、バナジン酸ナトリウムを作る。これを水に溶かしてから、塩化アンモニウムで処理して、 メタバナジン酸アンモニウムの大々色の沈殿を得る。これを溶かして、ほぼ無酸化バナジウムとし、カルシウムで還元して、純粋なバナジウムが抽出される。ありがとうございます。